おはようございますランチャンネルですこちらのチャンネルでは音響照明映像機材などを取り上げています興味のある方はぜひチャンネル登録や高評価などもよろしくお願いしますさて今回はこちら SHURE の 565SD というマイクを紹介したいと思いますこちらのマイクですねこれ SHURE の SM58 5%パーなんですけども見た目だけで言うとですね まあ、ほぼ同じような形をしているんですけども、まあ、あの色が違ったりとか、まあ、金属の素材が違ったりとかこのグリルのちょっとなんかメッシュの感じが違ったりとか5%パーでもスイッチ付きのものもありますけれどもこちらはまあスイッチ付きのものしかありません、えー。まあ似てるようなマイクなんですけども実はこの 56OSD の方が歴史が古くて。 まあ、手話のホームページにも書いてあるんですけれどもこのの原型とともええるマイクと言えます今回はこの 565SD こちらをですねいろいろと、まあ、皆さん知ってるところもあればもしかしたら知らないこともあるかもしれませんのでそちらの方を解説していこうと思いますこちらのマイクですね、まあ、手話のホームページにまず書いてある文章を読んでいきますと 565SD クラシックユニスファイボーカルマイクロフォンは業界スタンダードマイク SM5 パーの原型で伝説のウッドストックでも使用されていたことからウッドストックマイクロフォンとも呼ばれることがあるデュアルインピーダンスマイクロフォンですボーカル用にとても有効なポップフィルターを搭載しワイヤーメッシュグリル仕上げの このマイクロフォンは低インピーダンスオペレーションでステージ上のボーカルやスピーチ公衆演説に最適です」と書かれてあります。ゴッパーの原型と書かれてあるんですけども、まあ、後ほどあのスペックをですね見比べようと思うんですけども、まあ、内容としてはですねこちらゴッパーともかなり似た部分があります。ウッドストックマイクロフォンと呼ばれているのには1969年に アメリカでで行われたウッッドスストックフェスティバルですねこちらのコンサートの中でも使われていたということでそそうういった名前もつけられているそうですあとウッドストックの他にもですねどちらかというと最近はこちらの印象の方が強いのかもしれないんですけれどもクイーンのボーカルですねフレディ・マーキュリーの半生を描いた映画「ボヘミアン・ラプソディ」っていうのが何年か前にあったと思うんですけれども。 その時にフレディ・マーキュリーが使ってたマイクもこちらの手話 565SD となります。それとまた後ほどですねこれもやってみようと思うんですけどもデュアル・インピーダンスマイクロフォンということでインピーダンスっていうのが、まあ、切り替えることができるそういうふうな仕組みになっています。こちらですね型番には 565SD の LC とあるんですけども565で S っていうのはスイッチの S。 D っていうのは多分ダイナミックマイクの D なんですけども LC っていうのは、えー、レスコーード、ケーブルルがが付属しなないいモデルとうう風な意味があるそうです。でまあ、こちらのマイクですねほ、まあ、本当に何でも使えるんですけども、えーまあ、ボーカルも使えますしスピーチだったりとか、まあ、楽器用として使ったりとかですねゴッパーと同様ですね本当に多種多様な場面で使うことができるマイクとなっています。 ちなみにですね、えーまあ、いくつかのサイトで比較してみてみると、まあ、パーよりも565の方が若干ですね値段は高いみたいです。ということでこちらのですね 565SD ちょっとスペックだったりとかそういうのを見ていって実際にパーとの音質の比較だったりっていうのをやってみてあとデュアルインピーダンスというふうに出てきたんですけれどもそちらの切り替えをやってみて音がどんな感じで変わるのかっていうのをやってみたいと思います。 それではですねこちら 565SD とあと SM コッパーこちらのスペックをですね少し比較していきたいと思いますまず共通点としてはこれ両方ともダイナミック型ムービングコイル方式となっていますそして周波数特性こちらもですね 50Hz から 1.5kHz となっていて数値上は同じような周波数特性となっています 指向性はこちらも両方ともカーディオイド単一指向性となっていますそして出力インピーダンスですねこちらは565の方が1 5 0ム5の方は3 0ムとなっていますこちら565インピーダンスなんですけども出荷時はローインピーダンスに設定されて出ているそうですちなみにこちら箱の方にもですねローとハイのインピーダンスを 変えることができるというふうに書いてます。そしてあと感度ですね。こちら5パーはマイナス 54.5dB になってるんですけれども、565の方はマイナス 56.0dB となってます。あまりここの部分は変わらないかなというところですね。で重さは5パーが0.33キログラム、そして565は 0.298kg となっていて、えー、若干5より軽いいいかなというくらいですねあとはですね、えー、ちょっとまあ本当に見た目の違いだと思うんですけども5%はちょっとつや消しのメッシュグリルになっていてこちらの565の方は、えー、このちょっとツヤツヤとしたキラキラした感じのグリルになっていますそしてあとは、えーまあ、こちらスイッチがついているのと えまあスイッチがいいいてないっていうとうころの違いですねこののスイッチの部分ですね、えーっとまあ、このようにこちらが「入り」でこちらが「切り」となっているんですけれども多分これあの「ボヘミアン・ラプソディ」とかそういった時もそうだと思うんですけれどもできればこのスイッチって固定したいと思いますのでそのためにここのパーツをですね入れ替えることによって スイッチを固定すすることができますやり方は簡単でここのネジをまず外しますで、えー、ここの部分はもともとこの向きでついているんですけどもこれをくるっと入れ替えてここネジで締めればでこのパーツを上下逆さまに入れ替えることによって この仕組みは5パーのスイッチ付きのものでも同じような仕組みになっていますのでスイッチを固定したい場合などはこのようにネジを外して上下入れ替えるだけで固定することができます。周波数特性を図にした ものを見てみると、えー、若干ですね、えー、違いが出てますので、えー、まあそういったちょっと細かいところが、えー、音質でどのように変わってくるかというのは、えー、また後ほど聞いていきたいと思いますそれではですね、えー、恒例によってマイクをこちらの、えー、ミキサーにつないで、えー、そちらの音をまたカメラの方に入れてますチャンネルのゲインや EQ は、えー、同じように設定しています それでまずはですねパーの音から聞いていただきたいと思いますパーですパーですいかがでしょうかテスですーです,で,すでは次に 565SD こちらの音を聞いていただきたいと思いますテストです 565SD ですいかがでしょうか ?565SD ですいかがでしょうかワンツーワンツーテストですワンツーワンツー

まあ、ローの成分も豊かで、で、えーまあ、ハイもしっかり聞こえている、えー、そういう感じです、ね、で565の方はまあ「ローっていうのは5%に比べて、えーまあ、若干抑えられたイメージといいますか、えー、どちらかというとちょっと「ハイの方がはっきり聞こえてくるような、まあ、中高域のところですね、えー、というところが、えー、鮮明に聞こえているような感じの音とだと思います。 先ほどはオンマイク気味に喋ってたんですけども、えー、今度は少しですね、えー、まあオフマイク、まあ、ちょうどいい感じのオフマイクぐらいで喋っていきたいと思います、えー、テステスワンツーワンツー A5 パーです5パーですいかがでしょうか、えー、テステスワンツー A565SD です A565SD ですいかがでしょうかテステスワンツーテステスワンツーハッハッハハハ ハッハッハハワンツーハッ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 ハハハハハチェックワンツー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 今度は完全にちょっとオフマイグ組で喋ってみたいと思いますワンツーワンツーチェックワンツーハハハ ワンツー、ワンツー、チェック、ワンツー、はは、ゴッパーです、ゴッパーです、いかがでしょうか、ゴッパーです、五六五 SD です、五六五です、いかがでしょうか、テステス、ワンツー、まあトータルで聞いた感じの印象なんですけれども、えまあゴッパーに関してはですねえ、本当にオールマイティーに使えているマイクなので。 男性ボーカルだったりとか、えーまあ、やっぱりちょっと力強いボ565に,に関してもですね、えーまあ、男性ボーカルでもいけるんですけどもどちらかというとハイ、えーまあの方がちょっと綺麗な印象がありますので、まあ、女性ボーカルだったりとか、まあ、フレディ・マーキュリーとかだとどちらかというとちょっと、えー、高い声キーが高いところを歌ったりする、まあ、そういった印象があるので、えーまあ、そういった意味でも まあ5、五パーよりも、高質的にも、五、六、五の方が合ってたのかなという気もします。まあ、個人的にはですね、えー、その、例えば、司会者さんだったりとか。えー、進行される方に関しては。うんと、まあ、どちらかというと、ええ、五、六、五の方がちょっと好きなんですけれども。っていうのが、まあ、ちょっと五パーのスイッチ付きとかだと、もこもこした感じっていうのも。 なんか印象として入ってくるので、どちらかというとまあ声が聞きやすいですね。565の方が個人的には司会者マイクだったりとかで使うのは好きかなという感じです。それではここでこれ最初の説明のところにも言ってたんですけども、デュアルインピーダンスというふうな仕組みになっているんですけども。 実は説明書にもこのように書いてまして「まあ、インピーダンスの選択ができます」というふうに書かれています。でマイクの下側のところですねここキャノンコネクタ XR コネクタを指すところなんですけどもこちらの部分を一度引き抜いてそうすると「インピーダンス」を選択するコネクタというのが現れるのでそちらを差し替えると今度ハイインピーダンスの えー、設定になる、えー、そういった仕組みになってますということで、えー、今からですね、えー、こちらインピーダンスの切り替えというのをやってみたいと思います<ウ>、えー、それではインピーダンスの切り替えなんですけどもまずはこの部分ここに、えー、まあ、マイナスの、えー、ドライバーで回せるところがありますのでこちらを 回してネジを緩めますそしてこれをですねつけて引っ張るとこんな感じでコネクターが出てきますのでこちらをですねちょっと気をつけて引っ張り出します。そうするとここですね ちょっと分かりにくいんですけどもこのプラスチックのこのパーツこちらが引き抜くことができますのでこちらを引き抜きますはいこんな感じでこの2つ穴があるのが分かるでしょうかこの赤い線の方が ローインピーダンピダスで白い線の方がハイインピーダンスとなっていてこれのどちらかをこの3番ピンにつけることによってインピーダンスの切り替えをすることができるようになっています。ということでさっきまではローインピーダンスだったので今度はハイインピーダンスの方に付け替えてみたいと思います。 挿したらまたこれを元に戻してでネジを回して締めますこれで今こちらのマイクはですねハイインピーダンスの状態となっていますこれがですね実際に音の大きさだったりとか音質にどういう変化があるかっていうのを今から聞いていただきたいと思いますこちらのタクの設定はですね先ほど と同様の設定のままですのでこちらで音が大きいのか小さいのか音質がどうなのかっていうのを聞いていきたいと思いますはいえー、と今こちら、えー、ハイインピーダンスにした状態の 565SD となりますいかがでしょうか、えー、テステス 1212565SD となりますいかがでしょうかテステスインピーダンスが大きくなったので、まあ、抵抗が大きくなって その部分ですね出力もちょっと抑えられたという言い方で当ってるのかどうかわかんないですけども状態となってますこちらハイインピーダンスとそれだけ表示されてるんですけども公式にはですね実際にその値は発表されていません。 ハインンピーダンスに切り替えできるよう理由っていうのはよくわからないんですけれども、まあ、もしかしたらですね例えばギターアンプなどにつないで使えるようにというふうなことがあったかもしれないという話もあります。ということでこちらにギターアンプを用意しましまた。XLR からギターアンプなのでシールドがつなげられるようになっているんですけれども。 こちらに変換するケーブルを使って今こちらにギターアンプにゴッパーをつないでますこちらは EQ だったりオーバードライブだったりとかあるんですけどもこちら適当にちょっと上げておいてこれでまずゴッパーでボリュームを上げてみて音が鳴るのかどうかっていうのをやっていきたいと思いますワンツーワンツーハッ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  はははえええははははは。えっ、えー、と、一応音は鳴りましたね。えー、はっはっは,はえは、ー。若干、こう、歪んでる感じにはなってます。えー、ボリュームは結構、目いっぱい上げないと、えっ、ー、と、まあ、音が出てるなというところまでは、えっ、ー、と、感じないですね。 では今度はこのハイインピーダンス仕様にしたこの 565SD でやってみたいと思いますこの、えー、設定に関してはですね、えー、EQ とオーバードライブ、えー、は、えー、そのままにしてますワ2、えー、ツ 2, 2、はっ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 ははっ、えー、さっきの5%と同じくらいのレベルかなというところが今ですねボリュームが3.5とか くらいですかね。えー、そのくらいで、先ほどの5%と同じくらいの、えー、ボリューム感になっています。で、もうちょっと上げていきたいと思います。はっはっはっははは、ワンツー、ワンツー、へっは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 、へっへはい。えっと、これで、かなり、なんというか、普通に、マイクをスピーカーから鳴らしている、 という,ふうな感じの聞こえ方にななってます、まあ、なかなか簡単に PA のセットなんかを組めない時には、えーまあ、こういう形で、えー、ハイインピーダースでつないで、えー、例えばギターアンプとかを、まあ、PA のセットスピーカーとして代用するみたいなことをされてたのかもしれません。まあ、とは言ってもですね、えーまあ、もう現在の PA の現場では、えーまあ、こうやって使うことっていうのはほとんどないと思いますので。 まあこのハイインピーダンスへの切り替えですね、まあ、機能としてはついてるんですけれども、まあ、実際はまあおそらくほとんど使うことはないんじゃないかなとは思います。ということで手話 565SD をですね、まあ、音質の比較だったりとかあとインピーダンスを変えてみたりそういったことをやってみました、まあ、こちらのマイクはですねパー、まあ、同様でですね、まあ、頑丈で まあ音質も良くてです、ねでまあ、なおスイッチがついてるっていうところが、えー、まあ一番特徴的なところだと思うんですけれども、まあ、こちらのマイクも本当にいろんな用途に使える割とオールマイティーなマイクだと思いますので是非、えー、ですね、まあ、マイク選びをされる時の選択肢の一つとして考えていただいてもいいのかなと思います。 まあ特にですねホールとかあと宴会場とか会議室だったりとかでスイッチ付きのマイクを探しているという方にとってはですね、まあ、個人的にはかなりおすすめのマイクとなりますのでぜひですね検討されてみてはいかがでしょうか。このマイク自体がですね、ちょっと銀色シルバーっていうところがちょっと苦手な方ももしかしたらいらっしゃるのかもしれないですけども。 マイクの品質自体をですね素晴らしいものですので是非、えー、ですね安心してお使いいただければなと思います。まあ、実際にこのハイインピーダンスに切り替えて、えー、実際に使ってますよとか、まあ、使ったことありますよというふうな方がいらっしゃったら、まあ、そうどういった使い方をされているのかっていうのをですね是非コメントなどで教えていただけると嬉しいです。ということで今回はこちら手話のマイク 565SD こちらの方を紹介してみました。 もしですね、ご質問だったりとか、使い方のご意見だったりとか、そういったのがあったらですね、コメント欄の方にお寄せください。それでは、今回の動画は以上となります。また次回の動画もご覧ください。ご視聴ありがとうございました。